ただいま。はい、おかえりなさい。いやいや、別にね、まだ終わってないし、今後が何でも続くんでしょうと思うし、やっぱり産休を取るっていうことを、まあ、言ってみてね、この番組もやるんで、その場でして、はい、でその間、ちょっと、よし、本当にママがやってることを、ママとね、自分の割合を増やしてやってみようと思ったら、ちょっとね、5日ぐらい前に、産休入る前にもおかえりだったんで、仕事しながらちょっとバタバタしたら、産休の初日に倒れました、僕が。疲れて、いや、やっぱね、47のおっさんがその気になってやったところで、まずね、産休しても使い物にならないぐらい、やっぱ育児大変なんで、ね、やっぱり、いや、これは本当に、でもそれを今だから話すのは2週間かかるんで、あれですけど、簡単に言うと、やってよかったです、本当、人生を考えましたね、当時、コロナっていうのがあったからこそ、これやってみようというふうに言ったというのがあったので、家族とかいるんですか。そういうものをなんかすごい頭よく哲学的にとかね、うん、じゃなくて、これちょっとね、もう本能というか、なんかもう魂レベルの、なんかこの活動ができてるし、また今後もやっていきますし、でもそれぐらい命かかってると思うので、うん、まさに今日そのテーマ、命がかかってる、うん、命なんですよ、命ってもう本当だから医療従事者のことが大変だっていうのは、命かかったら、ストレスなんてレベルないんじゃないですか、やっぱり自分が気が抜いたら死んじゃうんだよね、うん、だからそこら辺、今日のこの言葉、まさに、あとは、ずっと前から、名前は知ってるけども、一体、実は何なのかっていうのを分かってない人多いと思うんでね。ちょっとふわふわしてます。そこも踏まえて、ちょっと今日はギュッと、はい、思考を固めたいと思います。そうですね。はい。はい、今日のテーマですね、今日取り上げるテーマは、コロナ禍の今、SDGs かけるビジネスで何が生まれるのかということで、日本赤十字社の提供でお送りします。はい。SDGs といえば、彦太郎さんが推進大使でしたもんね。そうですね、2017年の4月17日に国連のニューヨーク国連で、ちょっとライブとかやらせてもらったりとかして、はい、で2016年の12月ぐらいかな、SDGs の歌を作って、はい、その時には SDGs2 年目だ、1年目か、2015年からやってるんで、はい、2015年だから、まだ本当に名前もサスティビナルってなんだよって、だからもうわけわかんないからサスティビナルディブ、サスティビナルディブ、ディベロップメントボール、ボールっていうこれ言いづらい言葉を歌詞にしてある意味文字って遊んだわけですよ。でも今もうね、バッジ全然みんなつけてるし、で本当に会社の中でもこう SDGs やってますってよく言ってくるし、すごい、あ、本当に4、5年でこう根付いてくる、特に今それを海外とかだとね、SDGs 絡んでないと優良企業じゃないっていうぐらいになってるからね。そうですね。でこれは本当にさっきも言った意識を固めるっていう意味では、うん、SDGs と日本赤十字。唐揚げはいつ食べるの？これをこうキュッと今日はですね、覚えたので議論していただければと思いますね。はい、はい、そうですね。よろしくお願いします。はい、はい、今日はニュースピックスで事前に募集した質問を取り上げたいと思います。うん、さあ、早速今日の記事に参りたいと思います。はい、今日の記事はこちらです。感染解説、日本人が知らない SDGs の裏側。はい、こちらは SDGs について語ったニュースピックスのオリジナル記事です。ここ数年で小坂さんもおっしゃった通り、SDGs という言葉を耳にする機会は増えてきましたが、その知名度の一方で本質を理解している人は少ないように思います。SDGs とは何かということを聞かれて、明快に答えられる人は少ないというふうに思います。本記事では、SDGs を切り口にしながら、これからの企業経営の在り方を提示されています。ちょっと嬉しいですね。その外務省の山口さんって今国連の中に行った人がいるんですけど、このこんな議論が行われたらいいねって話したんですよ。 SDGs ってお前ちゃんと言えるのってなったらいいねって話を今してたのを思い出しましたよ。あ、だからまず SDGs って何、自分たちは SDGs って知ってますか、っていうのがあったんでね。これは今日これを見れば明日からも語れますから。そうですね、語れるように SDGs なんですから。SDGs 新しい言葉も、生まれていって、認知度が広まるわけですよね。GZA、ゴーラーね。はい、そして続きまして、今日押さえておくポイントを紹介するこちらのコーナーです。はい、お食い材のコーナーです。まず、SDGs とは何かということですが、はい、SDGs とは2030年までに世界中の国で17の目標と169の指標を達成するために国連が定めた合意のことで、世界から貧困をなくすや働きがいと経済成長といった持続可能な開発を実現するための取り組みです。難しいんですけどね、はい、テレビでわけわかんないですけどね、最初やっぱり、うんうんうん、ね、これ簡単に言うと理想論ですよ。
ね、いつも言ってますけど、うん、全員で夢を語ろうと思うんですよ、うんうん、でそれをじわじわ現実に落としていこうって、そうですね、そういうことは簡単に言うと、うん、で17個のゴールを作りましょうっていう、うんうん、っていうことなんですよ。でもこれ全部できたら最高だよねっていう話なんだけど、それほど具体的に世界中が知恵を絞って考えていこうっていうふうに少しずつこう進めていってるんですね。今日の目標ですね。はい、はい、続きましてですね、こちら SDGs の達成に貢献している世界の企業ランキングを見てみますと、上位3位は孤島の企業がランクインしているんですよね。日本の企業の場合ですと、日本の企業の最上位は12位の積水化学工業で、その次は68位の武田薬品工業、はい、他92位のトヨタ自動車など100位以内には計6社の日本企業がランクインしているんです。どことかは決めてるんですか。そうですね、あの、はい、はい、続いてお願いします。他にも注目されているのがこちらの取り組みとして ESG 投資、まず ESG 投資とは環境、社会、ガバナンスに配慮した経営を行っている企業を重視、選別して行う投資の例外です。また CSV 経営とはクリエイティングシェアドバリュー、共有価値の創造といいまして、経済的価値を創造しながら社会的ニーズにも対応することで、まあ、社会的価値も一緒に創造しようという経営アプローチです。このようにですね、はい、SDGs で取り組む機運が高まっていますが、この中の今SDGs かけるビジネスで何が生まれるのでしょうか。世界の人道問題や ESG 投資における経済価値や社会価値、さらに社会貢献とビジネスにおける課題も踏まえまして、さまざまな視点で議論していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これ全部こういう話分かってるんですよね。そうですね、けど最近ほんと増えました。もうこういう SDGs について、うん、あの語りたいとか取材してください、1年一気に増えた、まあ、この1年ですか。日本はですね、は世界も考えたのかな。確かに社会貢献っていうね、うん、言葉とビジネスが分かれちゃってるっていうことが、ちょっと言えばそこを本当にギュッと見せていこうってことが始まったんですね。そうですね、でもコロナで相当変わりましたね。変わりましたね、うん、まさに本当に今のピンポイントで日本企業はね、最初パナソニックさんって最初あの発展と、うん、あの世界に貢献するってどっちもあったんで、うん、本当はあったと思う。そうだね、うん、みんなに用意どんどん決めたっていうのは大きいんでしょうね。そうですね、そうですね、はい、じゃあ行きましょうか。はい、それではこのテーマを披露するにふさわしいお客の皆さんをお呼びします。どうぞ。そうなんですね。ああ、やはり買い物ですね。
株式会社ユーグレナ代表取締役社長の出雲充さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうやっぱりネクタイは絶対決めれる。決めれる。これしか持ってないです。4本でどこで売ってるんですか。これも通販で980円で売ってます。私がもうこうやって売ってますって言って もう私以外に買う人がいないので、全く売れません。あの若手芸人も買ってるんです。意外とこういう色のデータ多いんです。いやもう有名なのね。あの前は長田さんも OK じゃないですか。はい、本当にもういろいろ売れるかもわからなかった。今回もボスがやってます。ありがとうございます、ね。よろしくお願いします。SDGs、まさにど真ん中 SDGs の話ですよね。はい。もうなので、もういてもたってもいられなくてですね。緑道、今日ついに、乗り込んできちゃいました。乗り込んできちゃいました。もう今、顔がもう、全然いいですよ。いや、もう緑道代表ですから、もうここまで緑道収入しました。緑道代表なんですか。今、緑道会から、まあ、特別にこう派遣されてる、まあ、特命全権大使です。もう私の発言はもう全緑虫を代表してますから。分かりました。早速今日は変わり者パート2でございます。今日は楽しいですよ。ワクワクですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、続きまして日本赤十字社の大山ひろとさんです。よろしくお願いします。日本赤十字っていう言葉、日本赤十字タイプ、日本人は全知ってると思うんですけど、果たして何なのか。それがね、もう本編の本編に中入り込んじゃいますから、ちょっと後に撮っておきますけど、ね、先ほどあの小坂さんがあのハードルが高いとおっしゃったんですけど、一番ハードルが高いと思ったら多分私です。あー、なるほど。色も黄緑から赤に変わってですね。本当ですよね。ちょっとどう回そうかなという。変わった表情ならどうしようかという。で、なかなか本当に字を格闘技という場合ですけど、はい、もう相当一種格闘技戦なんじゃないかと思いながら聞かれて思いますよ。カフォーエラとバスケットボールみたいな。そうですね。それで格闘技戦みたいなのがね、すごい不思議な。ただまあ、今日、まあ、我々の野望としては、はい、番組終わる頃にはですね、あ、意外に一緒じゃなかったんじゃないかっていうふうに思われるといいかなと思って、なので今日は楽しみに、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。最後に同じく日本赤十字社の五十嵐真紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。五十嵐です。五十嵐さん今どちらにいらっしゃるんですか。今ですね、レバノンの首都ベイルトというところにおります。ね、だからちょっと本番前にちょっとお話を。あのね、大爆発が今年8月にあった、うん、もうまさにあそこですよね。そうですね、あの我が家の全部窓も扉も全部ぶっ飛んだ状態で、はい、たまたまあの今からご飯食べます。200人ご飯の用意してます。30万程度がその前にちょっと動画見てます。なってしまった状況です。先ほどホームの話が来ましたが、こう街中が何してるんですか。で、保健衛生分野での人道支援に関する業務を担当されているということですが、現地での活動の様子はいかがでしょうか。そうですね、基本的な手洗いからチケット、それともあのレバノンの方とか、私17国担当してるんですけども、それぞれの国での北アフリカから中東湾岸までですね、でそこでの作り方としてはもう手洗いから、そして病院支援、皆さんのためになる、基本的なところから、病院の医師、看護師への特にアドバイスというところも、やっております。それもイエメンとかですね、本当に世界の、韓国ローズアップ現代に事故検知に行っておる不正署名が取り上げられたので、なかなか衛生関連は低いようですね。そうですよね、まあ、ね、はい、日本が異常にやっぱり元々高かったっていうのはありますよね。ローズアップ現代って、うん、でも日本は100年前から石油事故あった場所を持ちましょうとか、あ、その関連の動画を見たいということですか。100年かかってもね、なかなか気づかないことはあると思います。あ、行って、まあ、アフリカもそうですけど、どの国行っても大抵基本的にご飯食べるのに手を洗おうなんていうものってほぼなかったので、まあ、だからこの公衆から石鹸を置くと全世界にバーッと使う勝負とか、今年
ね、まだ準備できてないですけど、回っていたらと今だったら余計なと思います。ぜひ不安の現地からの話と、ね、うまいと。なるほど、今日やってたんですね。変わった方が多いので、ぜひもよろしくお願いします。お願いします。全然見てないんですけど、それが不正なのかどうかも含めて、まず初めにですね、コロナ禍の今 SDGs を目指すことは事前授業か、それともビジネスかということで、皆さんのお考えを聞きたいと思います。お手元のボードを置いてください。どうぞ。はい、手ごめん、質問しました。はい、はい、はい、見上げます。まず昼間さんは今後防せよ、出雲さんはミレニアルはソーシャルメイキング、大山さんは赤十字にとってはマジメイキング。お、でもまずでもこう赤十字にとっては今日は考えなくて、はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ、問題に出して、おそらく事前授業に引っ掛けたことを書くんじゃないかな大山はと思ったかもしれないんですけど、そこをあえてビジネスという形から表現しましたが、特に日本の赤十字のイメージだとですね、おそらく、まあ、病院かなっていうところとか、あと献血募集している団体かなとか、あと災害があると避難所なんかでですね、医療救護したりとか冬虫配ったりとか、ああいうイメージがあるんですね。いろんなイメージがあって、で今日 SDGs ってなんだこれっていう話になると思うんですけど、そもそも我々は一言で言うと救護団体なんですね。ちょっと分かりづらい、救護団体、救護団体、もっと分かりやすく言うと人道援助の団体なんです。あ、ただこれは病院事業とかですね、血液の事業があまりにも大きいのでちょっと霞んじゃうんですけど、もともと血管は筋肉を太くする団体なんですね。筋肉を太くする団体、これだけもうちょっとだけ言葉を使わせていただくと、そもそも赤十字って日本だけじゃなくて世界190にあります。まあ、国連の加盟国に迫るぐらいあるんですけど、一番初めに始めた創始者はアンリ・デュナンさん、推進者から自分の主張を通すためなら不正してもいいとかって考えたんだと、イメージとか、そうなんですかって言ってたんです。もともと銀行家の人で、銀行家を辞めて実業家だって、これもなんか不正してもいいとかって、でたまたま実業家をやってるときに、まあ、細かい話でソルフェリーノっていうイタリアのところを通りかかった時に、なんか署名を大量に捏造したって話ですか、ね、そんな悲惨な状況を目の当たりにして見てるだけじゃなくて、でそれが今刑事告発されそうされてる、されそうになってるっていう感じですか。企業活動を自分に始めて、でそれでハッとひらめいたね、こういうことをもっとやった方がいいじゃないかと。で特に傷ついた兵士はもはや兵士がないから、もうこれは人として等しく助けなきゃいけないじゃないかっていうことを発想したのがその一つです。で、これで止まらなかったのが、まあ、会の実業家としてすごかったところなのかもしれないんですけど、やっぱりこういうことをする団体を常日頃から備えとこう、それも軍隊の衛生部隊とかに任せちゃいけませんよと、民間の救護団体をあらかじめ作りませんかということを発想した、これが2番目です。で、さらにここで止まらなかったのは、いや、そうは言っても民間の団体を作りましょうという声かけだけだと、なかなかできたりできなかったりするんで、もう国の条約にしてしまいましょうという、そこまでいったんです。なので今結果だけ我々見てるので、赤十字ってなんかこう僕もよく言われてね、すみません、どうなんだろう、佐賀県でバイトに大量に署名させた事件ですね。はい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 。あ、金払って票っていうか署名を書いてもらうっていうことでしたっけ。それは悪いですね。それはよくない話。でもクローズアップ現代はされてないですよね。アップされない。確かに。これは名古屋の大学の人、教授、武田邦彦さんの。まあ日本の不条理世界も、まあ、極めてひどくなって、
まあ、あのその中では、まあ、情報を取るという意味では幸いにネットがありますのでですね、まあ、ネットっていうのは私が聞いてみるとですね、まあ、いかがわしいネットとちゃんとしたネットとやっぱり聞いてみたら分かりますね。最初の1回で騙されてもちょっと 2,3 回聞いたらですね、この人はちょっとなと思うことがありますので、まあ、情報はそれで取れると。だから、まあ、テレビを見ないで新聞を取らずに、まあ、NHK の受信料はできるだけ払わない、払わないにして、払わないようになるようにしてですね、そして、はい、やればいいと、まあ、これは片付いたと。次政治ですね。政治はもう絶望しちゃうんですよ、私も。まあ、自民党もですね、対中政策もどんどんはっきりしないし、まあ、それから、まあ、コロナについても自民党とは分からないですね。政府はいろいろやってますが、自民党として国民をどう救おうかという動きが全く分からない。43万の署名を捏造したんだって。今でも桜を見る会やりますが、捏造というか、まあ、桜を見る会も僕は分かりませんが、まあ、選挙、公職選挙から言ったら少しまずい点があったんですよね。本人の許諾なしに、まあ、安倍前首相も謝ったりしてます。署名をしたとか、だけどそんなことをやってる暇あるんですか。実在しない人も書いてるんですかね。まあ、コロナはもちろん大きい問題だし、景気の不要も大切ですし、教育の問題もあるし、社会が非常に不安定ですよね。かわいそうな人いっぱいいるわけですから、その人たちに対してどうするか、これは金ばかりのことじゃないですよね。老人が本当に外に出れないほど危険なのか。なんかいろんなユーチューバーの人がこれについて、愛知リコールの不正署名問題で高須委員長が逮捕されるのではといった噂、ネット上で見かけます。例えば、いよいよ高須君逮捕の流れなんかな、高須委員長も川村市長も逮捕されなきゃおかしいよ、高須克也逮捕されてもおかしくないと思います、など。高須委員長は愛知リコール不正署名問題で逮捕されてしまうのか。これまで10年以上弁護士として数多くの刑事事件を取り扱ってきた私が、高須委員長と逮捕の関係について分かりやすく話します。弁護士さんの動画です。まず大前提として、今回の不正署名問題は一言で言うと犯罪です。リコールの署名簿に他人が勝手にサインをすると、地方自治法が禁止する署名偽造という犯罪が成立します。死んでる人も。今回の不正署名問題、主に登場するのはこちらのメンバー。まず高須委員長、高須委員長が率いるリコール運動事務局、名古屋市の広告関連会社、複数の人材紹介会社、そして人材紹介会社が用意したアルバイトの人たち。この点、直接的に署名偽造という犯罪を行ったのは人材紹介会社が用意したアルバイトの人たちです。報道によると、総勢100名近くのアルバイトが約10日間にわたって連日ひたすら名簿を書き写すという作業を行ったと言われています。問題はこのアルバイトの人たちが行った署名偽造という犯罪、この列の一番右側にいるこの高須委員長が法的な責任を問われることがあるのか。仮にあるとすれば、高須委員長は逮捕されてしまうという点です。皆さんはどう思いますか。結論としては、高須委員長が法的な責任を問われるパターン、問われないパターン、両方があり得ます。まず高須委員長が法的な責任を問われるパターンとは、この間飲食店、美容師、エンジニア、残業代請求できるかも、みんなの言うように無料相談。はい、ということで、高須委員長が責任を問われるパターンというのはどんな時なんですか。これ今回署名偽造を行ったのはこのアルバイトの人たちで、アルバイトの人たちは法律的なところで勝手にやったんだっすよ。これに対して高須委員長が責任を問われる場合というのは、正犯としての責任じゃなくて共犯としての責任で、このね、共犯のパターンというのは法律上3つある。まず刑法60条の共同正犯、これはね、一緒に犯罪をした場合。次に刑法61条の教唆犯、これはね、正犯に犯罪を決意させた場合。さらに刑法62条の幇助犯、これは正犯の犯罪を、まあ、ヘルプして援助したり、まあ、普通に考えて指示してますよね。だからね、やってくれって、例えば金払ってんだから。高須委員長がリコール運動事務局内の会議みたいなものに参加して、今回のこの署名偽造の犯罪を行うことの悪巧みとか暴議、そういうものに参加したら、その関与の程度によって共犯としての責任を問われることが、今回のように
この公的で大規模な事件の場合は政治事件としての責任が問われる可能性がある以上に逮捕の可能性というのも十分に出てきます。そしたら高須委員長が責任を問われないパターンというのはどんな時なんですか？問われない場合というのはもう、ね、さっきの逆のパターン、勝手にやったってことでしょ。やっぱり直接的に犯罪を行ったのは、ね、こっちのアルバイトの人たち、この、ね、署名偽造の、ね、悪だくみとかそういうものに参加してない以上は、ね、高須委員長が、ね、責任問われることになる。もちろんリコール運動事務局のトップの座にいるわけやから事実的な批判みたいなのを受けるんやろうけども、ね、このトップの座にいることだけを持って、ね、法律的な責任を問われるってことはない。刑事責任というのは、ね、あくまでも悪いことに、ね、関与しているということを知りつつ、ね、そこのまあ心理的なラインを一歩踏み越えて犯罪に、ね、関与した、そういう場合に、ね、限って問われる責任だから、団体のトップの地位にいるということだけで、ね、問われることはない。ただもちろん、ね、法律的な責任はなかったとしても、ね、まあ、道義的な責任みたいなものが問われることがある。例えば、ね、この団体のトップの地位から、ね、辞任しないといけないとか、周りから批判を受けるとか、ね、そういうことはあるんだろう。法律的な責任でももっと厳格に審査されるから、事情を知らなかった以上は責任が問われることはない。たけしさんは今回の件は実際どっちだと思ってるんですか？まあ、俺は高須委員長はもちろん無罪だと思ってるから。俺高須委員長のツイッター結構昔からフォローしてて、高須委員長さ、数年前から全身にガンが広がってさ、何回も手術繰り返して、まあ、余命もね、正直なんかそんな長くはなさそうやん。そういう可能性がある中で資材をね、投げ打ってね、このリコール運動とかにしてるわけやけど、でそういう人がね、今回 の, この 100% バレるような、ね、こういう安易な犯罪不正にね、関わる、ね、メリットは、ね、全くちょっと思いつかない。だからね、こういう事情を総合して考えると、高須委員長のね、そういう志みたいなところを裏切った内部のメンバー、幹部みたいな人がいたのかね、もしくは、まあ、広告関連会社の人がね、ちょっと楽しようとしたのか、高須委員長の預かり知らないところでね、何か悪い計画が進んでしまったのかなと、そういうふうに感じている。愛知リコールの不正署名問題、このチャンネルで続報を追っていきます。興味がある方はぜひチャンネル登録しておいてください。それではまた次の動画で。この人高須委員長寄りの人なの。言い切ったね、無罪だって。あ、そう。うん、ちょっとちゃんと聞いてなかったけど、この人はどうでしょう。高須委員長はめられたみたいな。いや、勝手にやった、勝手にやったって塾の講師の先生。はい、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井上です。どうもこんにちは。今日はですね、愛知県知事リコール不正問題についての話をしていきたいと思います。でですね、CBC テレビのニュースでついに疑惑のキーマン田中事務局長を直撃ということで、まあ、自宅を訪問されてインタビューをされたそうです。その内容についても話をしていきたいと思うんですけども、もう一点、これはね、事務局の方のリコールのツイッターですね。これは田中事務局長がされてるみたいなんですけども、僕の方にも DM が来て田中事務局長の名前が書いてあったので、田中事務局長が使われてるっていうことは事務局内部でも言われてたので、まあ、その通りだと思うんですけども、そこにこのいった文章が書いてありました。クラウドファンディングの、収支報告というのが、ね、ね、これは1月の段階に出す予定だったんですけど、今出てます。これについて話していきたいと思います。もし興味ある方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、じゃあ話をしていきたいと思います。まずニュースですね。CBC テレビ館のニュースになります。まあ、田中事務局長の家に行かれてインタビューされたそうです。で、内容としては、まあ、発注書の署名とかはご自身が書いたんですか？記者会見でも話した通り、僕は発注書には一切記載してないと。アルバイトが署名したという証言については知らんもの、俺は佐賀も知らんし、佐賀で人集めてくださいとか、アルバイト集めてくださいとかついての発注書も書いてない。違う形で偽造されていたら知りませんよ。僕の名前が先行していれば、事務局の幹部なんて数人しかいないわけですから、僕だよね、特定されるなら。これに関してっていうのはもう僕は前も言ったんですけども、事務局には幹部っていう人が、まあ、4人ぐらいかな、僕は知ってるだけでも、4人ぐらいいたんですけども、なぜかね、田中事務局長と山田武市市議しか今名前が出てません。それ以外の方もいらっしゃいます。そして、高須克也委員長は唯一の幹部の田中事務局長っていうのを言われてました。唯一の幹部っていうわけではないんですけども、なぜかね、幹部っていうのが一人にされてるっていうのも、まあ、謎が残る発言かなと思います。ここら辺っていうのは、まあ、正直言うと、ごまかし嘘っていうのがぐちゃぐちゃしてるから、なんか漏れとかが出てるんじゃないかなって僕は印象です。作られたものが選挙管理委員会が言う80%何が全て佐賀でのものなんですかというのもわからないですよって、まあ、田中貴博氏がそうやって言われてるんですけども、ここら辺っていうのは警察が動いてるものなので、まあ、田中事務局長が知らないっていうのも、まあわかるかなと思いますけども、ただね、
ただね、結局ホテルの時にもう仕分けの段階でこういった不正の署名っていうのは見つかってたわけですよ。これを見つけてない、分からなかったなんていうのは、それはね、苦しい言い訳かなと僕は思います。なので80何パーセントかっていうのも、差がっていうものを知らないかもしれないんですけど、不正の署名っていうのがもうその段階で紛れ込んでたっていうのは事実なので、ここら辺についての説明義務っていうのは当然のようにあると思います。で、指示してたっていうのも、田中事務局長が、ね、ホテル内で指示されてたっていうのも、そのボランティアの方々の話から聞いてますので、なんでそこら辺も踏まえて、ちょっと聞きたいなと思います。リコール活動に使われた資金の流れも不透明なままです。クラウドファンディングなどで5000万が集まった巨額の金は何に使われたのか。リコール団体の田中事務局長は会計責任者を務めていましたが、資金の収支については一切明らかにしていません。そしてこの収支報告書に関しては3月中に提出しなければいけないらしいです。これは政治団体でもあったリコールの会っていう理由だからそうです。ここら辺なんですけども、今回リコールが不成立だったら収支報告書っていうのを出さなくてもいいっていう話を聞いてました。ただ政治団体っていうこともあったので出さなきゃいけないっていう方の意見と、ここら辺分かれてました。どっちなのが正解なのか分からないです。今回は、政治団体ではあるんだけども、成立はしてないんだけども出さなきゃいけないようになったんじゃないかなと思うんですけども、ここら辺知ってるまで出しちゃったらコメントしてください。僕はですね、クラウドファンディングのことについてっていうのは、大体収支報告書で知りたいのが、どれぐらいの規模でポスティングを依頼してたのか。実際ボランティアの方々がもう自分たちのお金、自分たちの足でポスティングをされてました。愛知県全戸なんていうのは一切してません。一切してない、一切してないのにしてるしてるっていうのをずっと言い続けてました。これはね、田中事務局長も高須賀院長も情報共有がされてないっていう点で、漏れとかもあったんでしょうけども、一切されてないのにお金どこに使われてたねっていうのはすごく疑問だったりとかします。もう一点、いわゆる事務局の幹部の方の給料ですね、これは無償でやってたっていう話は聞いてません。ボランティアの方に関しては無償でやってたっていうのは聞いてますけども、ただ田中事務局長をはじめ幹部の方々がクラウドファンディングのお金を使って給料というのが発生してたのかどうかというのをちょっと聞きたいところかなと思います。あとは残ったお金がどこに使っているのか、そこら辺というのはどうなっているんでしょうねっていうところですかね。そしてコメントをちょっと見ていきたいと思います。高須さんにはリコール期間中どのような報告をしていたのでしょうか。高須勝園長のツイートには具体的に何十万の署名がある手応えを感じているものがあります。これについては実はですね、僕別動画でまた話をするんですけども、確かに情報共有が全然できてなかったんですよ。田中事務局長が言われてた枚数、署名数と高須勝院長が言われてた署名数というのが大きく違ってたんですよね。これについてはまた別動画で話をしたいと思います。高須さんへの窓口は田中さんがメインですよ。この通り、その通りなんですよ。田中事務局長を伝って高須勝院長に情報を伝えました。田中事務局長を伝えなければ、伝わらなければ高須勝院長は情報を伝えることができなかった。だから高須祭りだったかなっていうところでボランティアの方が直訴しに行ったんですよ。直訴しに行ったんですけども、結局その情報っていうものも、高須勝院長に行ったとしても、ちょっと頑張りましょうよみたいな話で終わっちゃったっていうところですね。実際はその通りだと思います。田中事務局長自体にしか高須勝院長には伝わってなかったかなっていうのはすごく感じてました。高須さんと具体的にどのようなやり取りをしてあのツイートに至ったのか、時系列で整理してみればよろしい。間違いなく田中さん、高須さん、カマランスさんはリコール運動の核で、それを中心に運動は回っていたんだから、運動内の不正署名の問題を解き明かすためには内部事情を明確にする必要性がある。そうですね、私はやってないとかの話はどうでもよくて、実際にどういったことが行われてるのか、どういうことを指示してたのか、そしてボランティアの方に含めて何で誹謗中傷してたのか、そこら辺もね、しっかり話をした方がいいと思います。もうね、私はやってない、私は関係ないっていうのばっかりなんですね。そして収支報告書に関してなんですけども、3月の下旬かな、中旬かな、そこら辺には出るそうなんですけども、こういったツイッターがありました。これは公式のツイッターなんですけども、新年を迎えましたが社会はコロナ感染と日々戦っております。今年がん手術の高須会長に事務局へのたくさんの皆様よりの励ましのご連絡ありがとうございました。事業収支、クラウド収支は月末監査終了後に愛知県選管に提出いたします。ご寄付クラウドファンディングの方々にはメールでもご報告をいたしますと。これが1月の12日に書いてあるんですけども、まだされてません。監査終了してないかっていうのもあるのかもしれないですけども、事務局は本当に出す出す言ってて出さないんですよ。そしてこれに関してどうやって出すんですか、どういった内容なんですかっていうのを言われた方 の, あのツイッターに関しても無視されてたりします。そしてこれ続きを読んでいきたいと思います。愛知県下の選挙管理委員会が無効署名簿調査を行っております件につきましては、調査報告後に内容を精査し対応いたしますと。当会の告訴、告訴準備含む対象や刑事事件関連捜査の支障になりますので、今の段階での説明を控えさせていただきます。そしてもう一つ、ここが一番気になるんですけども、愛知県知事リコール活動が現在の状況下に、ご署名の方々、ボランティアの皆様のご心配、
ご激励に感謝とお詫び申し上げます。皆様からお預かりしました大切な個人情報は厳正な管理のもと戦艦から返還されましたとき弁護士立ち会いのもと公開要会を行います。よろしくお願いいたします。公開要会って何ですか？ツイッターで、まあ、あのめっちゃ誤字脱字とかあったりとかめっちゃ読みにくい文章を書いたのは僕が今読んでるからじゃないです。事務局のこれは田中事務局長なんでしょうけどもめちゃくちゃ文章誤字脱字めちゃくちゃ多かったりとかするので僕のせいではないと思ってください。そしてですねここちょっと気になるのは公開要会をしますって言ってます。つまりこの段階1月12日の段階で今回不正っていうものが発覚してたのは知ってと、だから調査をするとは言ってたんだけどもこれを突き止める明らかにするではなく公開要会を1月12日の段階では言ってました。この時に選挙管理委員会の方が、まあ、その署名簿っていうのを返還するっていうことをまだ止めてなかった。止めてなかったから多分この話になったと思います。止めた段階で告訴状を出したりとかなんで選挙管理委員会はそんな止めるんだとか調査するんだみたいな感じのことを言ってたりとかしてたんで、なので、ね、ここら辺の時は先ほども言ったんですけども結局ね明らかにしようとなんて事務局は全くしなかったんですよ。全くしなかったんですよ。そしてそれを明らかにしようとしてた人たちを誹謗中傷を言ったりとか、ね、罵倒したりとかしてたんですよ。公開要会をするっていうのは結局はね、なんでなんか個人情報を守るか、個人情報を守るのはいいんですけど、今回リコールっていうのは不正に行われました。そしてそれは組織的な犯罪行為だったっていうのは誰しも分かっているんです。その犯罪行為をなぜ明らかにせずそれを要会しようとしたのか、これが不思議ですよね。皆さんどう考えられますでしょうか？ぜひ興味ある方はチャンネル登録、高評価、コメントだったりともお待ちしております。それでは皆さん、バイバイ。なんていうの、機密情報って要解処理ってあって処分するっていうことでしょ、うん、ああなるほど、溶かして処分するって話ですね。機密文書ね、オフィスでも要解処分出し、あ、要解するもの出しといてくださいねってよく会社であるよね。まあ、結局捏造しようってそういうことなの？そういうことだったの？ああうまっ。まあ事情が分かんないからどうなるのか分かんないけど、そもそも、なんだっけ、愛知トリエンナーレでその日本を貶めるような展示、はいはい、展示物があってそれおかしいじゃないかと、そのトリエンナーレっていうのを開催するのに愛知県からお金を、え、あ、県かな、国、文部科学省なのかな、県から補助金を出すっていうか、うん、それをやっててそういった公的な補助でそういうのを開催していいのかと、でそれをなんていうの進めた、愛知県知事おかしいんじゃないのっていうことで、うん、高須委員長が提起をして、うん、で、うん、その首長をリコールしようじゃないかっていう話になって署名を募ったと。でリコールをするのにある一定以上の人数を集め署名を集めて、うん、その提出したんです。提出 しなきゃなんないんだけど、その署名を募る集めるにあたって、うん、こういう捏造があったんじゃないかと、捏造っていうか不正があったんじゃないかっていうことが今問われてるということだね、うん、あったんじゃないかっていうか、まあだいぶもう証拠が出てきてて、うん、あのおかしいだろって話に今なってるっていうことだ、うん、こんな感じでいいんですかね。普通は規定数に達しない署名は精査されずに戻ってくるんですよ。あまりにも署名とコメント切れちゃうの？文字数。わかんないかもしれないよね。うん、だからリコール不成立ってなるっていうことですよね。その規定の人数。規定数に達しなかったの？達してないんであれば。達したの？
もう俺もちょっとよく見てないから分からないけど、これが記者会見、高津さん、うん、高須委員長、元委員長、裁判所の方でやっておりましたの会の、緊急記者会見、お願いしましたところ、多数の皆様も参加いただきまして本当にありがとうございました。今回は、先般、愛知県選管の方から、発表されましたことにつきまして、当会の方からまたご説明させていただきたいという形でお呼びかけさせていただきました。で今、今日の流れも同じだったわけですけれども、まもなく、今田中弁護士の方ですね、裁判所の方でやっておりますのでこちらに向かっております。それであの田中弁護士は多数、説明等々があるんですけども、まずは、高須課長からお伺いさせていただきまして、そのどの中から弁護士がご利用されたらですね、田中弁護士の方からまずご説明させていただく、それからの質疑をよろしいですかね。そうですね。でその中で、時間は時間。そうですね。はい。はい、分かりました。はい、皆さん、じゃあ、ご覧いただいて、達成させていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、大村知事、そもそも足りてなかったんですね。会長、高須課長より、足りてないにもかかわらず。はい、高須課長です。コロナで大変な、はい。不正してると。足りてないにもかかわらず、密集してたくさん、取材していたことを、嬉しく思います。今の時期、こんなことをやっている時期ではないと思うんですが、私としては喋りたいことは何時間分もございます。だから今の時間にもうこの前の発表に合わせて皆さんお聞きたいことをもう自由にお聞きください。もう何でも正直にお答えいたします。弁護士が来るまでの時間もったいないですからすぐ始めたいと思いますので、よろしくお願いします。7から8万程度に、それでは今回の、じゃあ、そもそも全くないんだ。基本に基づいて、はい、これも想定していた案内して、自分の考えとしましては、前回の、でも成立しないのになんで提出したんですかね。銀行の時と一緒で、まあ、30% とか 50% とか、そんなもんなんですか。無効票が出てやろうと思って、どのぐらい出るかなと思って、注意深く見ておりました。まあ、90% というのは高等無形の数字だと思いますし、80% というのも変な話で、私の地元 の, 73% というのも、私は地元 の, 人たち全部知ってますし、区長さんたちが票をまとめてくれてますから、ありえない数字が出てますので、これは決して嘘を言ってるのではなくて、本当にこういうふうに調べたんだと思います。決して虚偽だと思います。天皇陛下は、これは本当は天皇の行うべきでない調査で、火をつけて燃やして、本来だったら無効な、無効な灰を走って除名というのは、個人の情報保護のためにすぐに、だからそれをアートだって言って展示してたわけ、返還されるべきものであります。それは良くない。自分の手のちゃんとこの秘密を守るようにという胸を張って芸術だとはなかなか認められないとは思うけど、知事の方の要請によって5000万円の予算をつけるから、不正なただ不正してリコールしていいよって話にはならないと思う。指令が行って出てきたら数字じゃないです。それもちろん予算をもらって向こうのものを探せって言ったら一生懸命探します。国が使うミスでも全部向こうになります。それは初めからよく知っております。まあ、でもしかしたら 100% って出てきたら、それでもあり得ると思います。やってることのひどさは知らしめる必要はありますよね。数字が言ってることのひどさというか、そういったものを展示して広めるというか、でさらに公的なお金を使って今悪い、それはどうかと思う。要請によって、そこはまあ同調できます。同調できる有効というものが出てきて、で数字はちゃんと選管に報告されてますけど、選管の方たちは名簿そのものを見てはいない、表現の自由とはなかなか言い難いんじゃない。90% が同一人物によって変えたものだ、隠れてる意図がちょっと、それを芸術だって一般的に感じるかって話なんだ。というのは全て考えられます。で、その
果について皆様方が相談されることはもちろん相談の自由なんです。芸術の定義って人それぞれだけど、やっぱ世の中の大半の人がそうだって同調するのが今の認識なわけであって、天皇陛下の写真を燃やして足で踏むけどとか、多分今の世の中でそれが芸術であって表現の自由、文句言うことは表現の自由を妨げることだっていう論調にはなかなかなりづらいんじゃないかなと思いますね。という前になんか侮辱罪と言ってみなさって不敬罪じゃないですかね。あの敬わずの不敬、敬わない不敬罪。どのくらい言えますかという署名のアンケートって言われてもおかしくないです。で、それを書くということはよくリコール不正署名の論点ずらしに利用されてます。名前がバレるということは、体育活動で天皇を機会を取るから命がけですよって、命がけでも署名しますかと言ってツイッターで大拡散されました。で、まあただね、一生懸命それと戦いながらみんなを説得して、不正していいかコツコツと積み上げてきて、でも7万人です。で、発表した数によると、7万ちょっとぐらいが、その本物で、残りはみんな不正だという発表が行われてますけど、それだというと受任者は一人も集めていないということになります。どう考えてもこれは大変な矛盾がありますので、で、向こう発表は発表なんです。でもそれに対して異議を申し立てる権利はありますので、きっちりとこれは責任を持って表に出してもらって、で、法廷の場できっちりとこちらも調べて、反抗するつもりです。まあ、おかしい手段を使って、主張闘争っていうんであれば、それこそ天皇に対して侮辱だよって話ですね。あの現場で写真撮ってこられて、ほら、自分の署名はこれだよと言ってテレビ番組で出しておられました。その署名は僕が見ても全然差がわからないです。ちょっとこう跳ねてるか跳ねてないかとさて見たとこ一緒に見えるんです。で、実は昨日専門のその鑑定権威のある鑑定人に来ました。これは本物ですか本物じゃないですかって。でお答えはですね、この画像では本物偽物ということの鑑定がわかるんですって。でも裁判に出すということだったら本物で鑑定しますって。で、本物で鑑定するときにどのぐらい期間かかりますかって言ったら、2ヶ月はかかりますって。で、2ヶ月、どのぐらい費用でできますかって。ただ、画像を送ってもらって、ちょっと意見を聞くということだったら、1万円ですね。自分を侮辱したっていうことを理由に、本当に法廷でやることだったら、要リコールするっていうことになって、で、30万なったっていう構図が、天皇を利用してるっていうふうな捉え方を。なるものを正式に本当に同一人物の 90% の人が同一人物の署名だという証明をしていただきたいです。本当にもしできないんだったら全財産をはたいてでも僕はやりたいです。ただそれをやるときに個人情報が割れますから、もし返してもらったら全責任を持って自分でやりたいと思います。破産しちゃうかもしれませんけど、多分県が持っている予算には足らないと思います。やるつもりです。三平の刺身は使ってないから、豊洲の刺身を使ってたのになんでかっていうことは、あと僕から担当弁護士から言ってますけど、県の方から通達が出ていて、で、返すなという指令が出ています。で、県と県、それがきっかけですね。そんなことは独立した全く違う組織ではないんですか、中立の。なんで県がそんな命令を戦艦に出せるんですか。すごくおかしいと思いますよ。それこそ民主主義の根幹を揺るがす、なんか陰謀ですか、なんか変なものだと思います。とにかく民主主義ではありません。で、何度目でしたらまた新しい僕の方も一方的に垂れ流している情報を受け取るだけではなくて、こちらの方もちゃんと情報を集めています。だから今集まっている弁護士が集められた情報について今から
今から聞くんです、僕も。あの、聞いてください。で、お願いします。その後、あのまた僕に、それについての、あの質問があったら、何でもお願いしますか。ネット上にあの配信されていると思いますが、まあ、簡単に言いますと、今回あの今も配ってもらったのは確定された段階の処理者チラシということで、昨年の12月21日にあの調査を始めるにあたって、先端の方が、集計しているあの確定されたあの署名総数が、その何日の新聞の調査分だけで記載されて、その数が、ね、43万5231ということなんですが、月曜日に開示され、あの公表された、署名調査の内容、まあ、表紙にも書いてありますが、天皇を43万5334人筆で筆ということで、103あの尊敬してるというか、それの尊敬してるというか、いう意味で、その作品を制作してるってことですね。でもあれ、そういうふうに見えないけど、嫌いになったから燃やしたってこと？解決された証明の数なんですが、先端が一部発表したその調査必須としては5096で72分もまあ、まあ、当然、訂正、場合によっては数間違いということが長引くんだろうと思うんですが、少なくとも現時点では、訂正とかですね、訂正の前提とした上での発表というのはない状況で、まあ、なぜこういうことがあのされているのか、あの記者の皆さんに、調べていただきたいというような感想を持っております。あと、私の方からは、エクセルの表ですね、高瀬先生についてのツイッターに2000のことが書いてあるんで、そうじゃなくてですね、私の方も、署名を69選択と63選択ビデオ映像でについてはこちらの2個の回 でそれが作品として展示されてたんです。署名あの授業所というのを、各選択からいただいて取りまして、まあ、そこに、証明総数とかですね、番号とかですね、結番というのが書いてあるんですから、まあ、11月の、まあ、4日の次の時点で、北の市の方で、その内容を整理して持ったんですが、まあ、その後、岡崎の方で、まだ証明の出資を続けるとかですね、そういう問題が起こって、それが終わったら、今度、多数の証明が、利用されているんじゃないかというような報道が出たわけですから、ずっと、状況がはっきりするまで私の持ってたんですが、まあ、県の選管の方も、まあ、2月1日、内容を公表したものですから、まあ、こちらの手持ちの証拠として、まあ、今回多くの方が一方に協力いただいて、残念ながらなったんですが、どういう状況なのか、それを分かっていただこうと思いまして、Excel の表に、整理してですね、まあ、当然 Excel 表ですので、いろいろな並び替えができます。承知を署名、有効署名数が27点とかですね、まさにExcelのその段階の機能を使えば簡単にできるわけですけど、まあ、それに至ると、まあ、それなりの傾向が見られると、まあ、今回その90数パーセントの、なんか有効でないと言われている内容の、選挙管理委員会は、全てほぼメンバーか、あるいは、決断が相当する、まあ、そのような傾向が見られていますから、その辺の資料はその先ほどの最後に報告したように、まあ、10歳ぐらいしか作ってないんですが、その資料と、あと Excel の、 その表を、CD に上げるやつを、10だけに持ってきましたので、皆さんであるので、の中にいる天皇の存在シェアしていただいて、必要であれば、まあ、お知らせをご利用していただいて、まあ、多くの人に、まあ、状況、そういう状況があるというのを理解していただける、まあ、これというのは私もその、受任者にですね、私1票とあと5票の人から、署名を持ち問題に一番取っていただいておりますから、まあ、指導になると思いました。そういうのも本当ですから、まあ、理解で。
自分の柔軟な教育できるところは確かにということなんです。入軍以外の話で、心の中にいる天皇の存在で、質問をぜひ苦労を乗り切ったとか、今まで60時間の皆様にお答えしているんですけど、なかなか記事にしていただけないので、記事にできるようなことでも、そういう一番どんな鋭い質問でもお答えしますので、意図で作ったっていけませんので、ぜひお聞きください。書いていただくのが一番僕の希望ですので、聞いていただきたいということで、ぜひこれを聞いて書いて、まあ、犯罪は良くないよねっていうことですよね。鋭い質問を持ちております。どんなことを言われてもちゃんとお答えします。知ってる限り嘘をつきません。主義主張があったにしてもね、不正をしてそれを訴えるっていうのは違うよねって話です、ね。はいはい、まあ、きちんと調べてもらって、不正は不正で、メーテルで僕、刑事ですごい時間をかけて、で、何を説明しました、あれを全部、まあ、処分なりしてもらいたいですね。で、起こしていただいて、導いていただければ、すべてわかると思います。で、ちゃんとレポーターはよく理解してくださいました。でも、テレ朝に送られた段階で全く違うものに変わっておりましたんで、すごく悲しいです。だから、今、もうあの通りです。で、僕は何にもやっていませんけど、僕は全責任を取りますということだけが一番重要なところですけど、でもテレ朝でメンテルの材料が送られた時は、一番最初に高橋が罪を認めます、全部責任を取りますという感じで、でスタートが始まって、終わりの時に最後の締めで大村知事が民主主義に対する挑戦だって言って許しがたいっていうところで締めちゃうから、あれどう考えてももう出来上がった一つの台本になっちゃってるから、すごく悲しいです。誰も考えない皆さんの意見もが返ってくるように僕の言葉が伝わらないかと思って、実際に自分の言葉で喋ってるのはツイッターだけなんですよ。そこあたりでお願いします。はい、だから聞いてください。いっぱい喋りたいんですけど、何が一番聞きたいですか。だから初めからですね、たくさんの不正、無効署名が出ることは初めから織り込み済みなんです。で、無効署名というものは絶対に何十パーセントも出るはずなんです、このシステムだったら。だって素人が書くんですから、無効署名がいっぱい出ます。で、無効署名というふうから戦艦で発表しているのは、不正署名という言葉は一度も使っていません。誰も使ってません。一度もです。無効署名か有効署名だけです。で、無効署名という言葉そのものが犯罪的な匂いがします。で、無効署名という言葉が先走りしといて、で、無効署名という言葉誰が言ってるのかって言うと、実際には誰が言ってるんだって。で、大村知事がおっしゃってる時は報道によればって言うんですよ。報道って皆さんでしょ。で、皆さんが不正署名って書いてみる。不正投票っていうのはバイデンで有名になりましたけど、不正署名っていう言葉は多分今までなかった単語だと思います。このおっさんくさい説明はすごい。それはみんな知らないんです。一般人は不正署名という発表はな、あれ記憶のうちでありますか。正式な発表で無効署名っていう言ってます。注意深く。で、不正署名という言葉で、歌舞伎役者みたいにもう色がつけてやって、あ、こいつは悪者だなっていう風な色をつけてみんな見ちゃうもんですから、僕としてはですね、不正署名というものがもしあったとすれば、それは犯罪です。で、無効署名というのはこれは事故です。で、それを全部混ぜちゃって、で、その不正署名で、不正署名って、で、一人の人物が何十人も、例えば名古屋市だったら11万人が同一人の署名だって、それはでも選挙管理委員会は実際にその署名が署名、そういうその有効か無効かしか官邸に言わないってだけの話なんじゃない。無効点の定義の中には不正なものも入ってるかもしれない。分かるとすれば、分かるように全く同じ字できっちり書いて、同じように分かるように、分かるように作らなければいけない。わざわざ分かるように不正書、その無効書面を作るということ自体にすごく悪意を感じます。できるだけ分からないように
あのもしあの犯罪を行うあの署名を有効にするためだったらできるだけ分からないようにすると思う。わざわざ分かるようにして、で訂正したのも同じようにやって、だからテレビあの僕が初めて目から鱗が落ちたのは、あの名古屋テレビ の, あの出していただいた材料です。一つはもう判例をしたように同じ字で並べて書いてあって、で指紋も同じ指紋が同じ角度できちっと、まあ、検証したら不正だったっていう話ですね。あれは素人でも分かります。でもあんなものが30万筆もあるとどうかかなりあったっていうことなんでしょう。もう一つは、ね、出ました。これはあの私は書いた覚えがないというトヨタの市会議員さんが自分で見に行って県会議員です、ごめんなさい、県会議員さんが行って調べて、それはもうきっちりその人の通りに書いてあります。そっくりな。だからリコールの、その、なんていうの、のところが署名人数に達しないんであれば、不正しないとか、提出しないとか、すればよかったのに。これを鑑定お願いしますって言ったら、責任ある鑑定は、この画像では、困難ですって。極めて、分かりにくい署名です。僕は、その2種類が混在してるんだと思います。だから、もしその同一署名だということを言えるとしたら、不正署名が分かりやすい同じものがずっと並んでるようなものを選んだと思う。それが30万ではある、30万筆書いてあるとは到底信じられません。警察も必ず押収してるから、確かめたいと思います。どれだけ不正署名があったかっていうのは、戻してくださらないと。で、田村市長の、考えでは、ということらしい。公正な第三者委員会を立ち上げて、個人情報が漏れないようにして精査したいっていうお気持ちだったんですけど、僕今度の報道してよく分かりましたけど、証拠を固めたくさんの固めて、いろんな情報を漏らす人たちが政治的な混ざり込んでくるんです。でそれだけ大量の情報を漏らす人たちが入り込んできたの、いろんな打診をしつつ中で起訴するかしないかっていうのを今ようなやってるところなんじゃないですか。僕皆さんの方が来てるかもしれませんけど、僕は目にしておりません。だからそれだけ署名簿はしっかり守られてたんだと思います。だから高橋さんがこの最中に署名は向こうから送りつけられたら亡くなられたら多分起訴されないので署名して見抜けなかったものです。でだから戦艦の人たちは一生懸命やって何とかして向こうを増やすのはたまたま自分たちのたまたま市長選とか一生懸命やられたんだと思いますけど、で署名の問題が有効署名を遅いところできるだけたくさん集めなさいというまたので指令を出したんですね。これがな挑戦があるんじゃないかと思って、川村市長はそれを期待しておられる。名古屋の名物市長負けちゃったんだから、負けてしまったのは僕の責任だ、全責任を取るだけで、もう成長は全部片付けて、あの人も応援してたんだね。赤い角度を出すために皆さんたちが市長選があるんでしょ、攻撃されないように皆さんの個人情報を初めから僕はの方で責任を持って渡しますというのは、何もこういう不正署名どうのこうのって始まる前の、最初からの皆さんの公約だから、これ多分結構政治絡みになってくると思うので、その川村市長とかも絡んでるし、まあいろんな、なんていうんですかね、その行政側もその県警もそうだし、役所側もそうだし、いろんなところと調整を今多分してると思います。これを起訴するのかどうかって、なんとなく日本の人たちには僕の意見を理解している私たちは何百万人もいることはもう確認済みです。ただ愛知県内では、でも悪いは悪いでもスパッときちんと起訴してしまった方がいいような気がしますけど、選挙があったので署名の期限が過ぎている自治体があったそう。そういうこと、そういうことなんですね。なんか、なんか周りくどい質問ですけど、僕が指示したことがあるかどうかって言ったら全くありません。黙認したこともありません。不正はいけないって言ってずーっと言ってます。
で不正を許すなと言って戦っている最中の僕が不正を指示したり黙認するわけがありません。一番不正を行っているのは大村知事だということで始まった運動ですから。はい、これお答えになりました。はい、なでもなんかこう憶測で物を言うのはあれかもしれないけど、もう本当にこの人は多分知らないような気がしますね、なんとなく。ちょっとお願いします。同一署名と言われるようなものだとか、今会長の方が説明していただく、不正署名を、作るような指示も事務局も一切しておりません。事務局の活動は、署名の受任者の受付発送をして回収をして大統で、皆さんの署名をいただいてそれをまとめて、11月4日の日に、各政府管理課届けるというような私たちの、お仕事でしたので、同一署名そういうものを作るような指示等々、まあ、いろいろ私も SNS を見ておりますけれども、広告関連、広告代理店、広告関連会社なのか、その支持者の中の取りまとめ役の人なのか分からないですけど、でもお金出してるんですよね、400万とか出して、はい、署名してもらってるんですね。1000歩譲って、もしそうだったと仮定したって 100% 僕の責任に戻る、僕が任命した僕が責任を取るわけですから、僕がそれを進めるわけがありません。でも金出す人いますからね、こういう活動に。我々とは全く関係ないんですけど、僕たちを市民にしている方たちの中には7万人の支持者がいるんだったら、1人11人とか、どれだけの数の署名を集めれば大勝利間違いなしは、いろんな方がツイッターの中でアドバイスしてくださってます。それは僕たちとは全く関係ないことですから。でもしその通りに実行した方があったとしても、それは不正をやってるんではなくて、一生懸命同意してくれる人たちを説得してくれてるんだと思います。そんなあれ、分かりやすい同じでバカみたいに、バカと言っては失礼ですね、愚かな行為です。分かりやすいように先端に目に留まるように書くという行為をどんな利益を求めてやってるのか知りませんけど、絶対に我々はそういうことはしません。絶対です。不正が作られたっていう主張してるのか。はい、ではないと思う。自分たちはそんなことはしてない。その主要メンバーはね、誰がやってるっていう話かがわからないことじゃん。だからなんか協力してる広告関連会社があったりとかしてるらしいから、それはいたずらとしか思えません。だって選挙人名簿いないものを書くということ自体は選挙妨害です。選挙を成立させるための陰謀ではなくて、その選挙そのものがもし有効得票数に達したとしても、記事をつけるのに有効なだけで、それは票を増やすことに何のメリットもありません。よく考えてみると分かります。はじめに不正ありき、犯人がいる、利益を取る者がいる、で犯人を探せ、で名簿を解かせと先導者は言ってる、もうこれで犯人は分かりましたねっていう、その印象操作の一環にしか思えません。各地方自治体の議員なんかがいる、なんか取りまとめしてくれたの。今度の旅行の妨害ではありません。次に立ち上がれないための大妨害です。これは日本国中にすごい影響が落ち込んでないです。もし日本に立ち上がった人たちはどういう人たち、どういう扱いを受けるかということを先に見せたようなんです。僕は健康上の理由もありましたし、もう初めからこれは今回は継続するのは困難だということで、もう途中で2ヶ月残したところで転身宣言を出して転戦をしました。あの段階でもう終わりなんです。それであなたが今健康を取り戻しつつありますけど、僕の意思を継いで続いてやってくれる人に期待しますと言って言葉を残していったんです。その人たちに対する妨害です。
もう絶対に行わないように傷物にしてしまおうという強い意志が感じられます。もう初めのうちあの誰も見ていない段階で大村知事は報告されてた数よりもだいぶ多いということを誰も知らない時です。で大村知事は言っている津田大輔さんは中に不正の署名がたくさん含まれているということを報告されているってツイッターで言ってます。戦艦の下で一つでそれはだって63の戦艦全部バラバラに分かれてるわけですから、それをなぜ誰も当事者ですら知らないことをなぜ知ってるんですか。すごく不思議だと思います。で、皆さん一般人の目に触れない点をつないでいくとですね、なんか全然違う像が浮かび上がってきます。それは不足で物事を語るのはに、こういう時は警察の捜査が終わってないか。国民のリコールというのは川村知事はあの時期にやるのは反対だったんです。で実際に実動部隊で働ける自分の支持者たち30万人ぐらいいるのかな、その方たちがコロナで今動けないので、高橋さん、やめんかねって言って、行っておいでになったんで、いいですって、でも僕の方は、生きてるうちにリコールをやった実績を作っておきたいので、途中で死んでしまえばいいですけど、死ぬまでやるということで、この日にやりますって決めたら、確か、その時に重なるように、緊急事態宣言が出ちゃったんですよ。で愛知県独自の緊急事態宣言、確か大村知事が河村市長を訴えた裁判の改定日です。で大急ぎで分かりましたって、確かに緊急事態宣言をやってる時期にね、こんなバカみたいなことをやるのは非常にね、県民に対する冒涜だって反省しまして、緊急事態宣言が明けるのを待って明けた日に再開したんです。だからそれをよく知ってるのは前回経験している、はい、もう一回翻訳してもらいます。要は事務者7万5千の方に対して、どのような形で署名を集める協議だとかどのような仕事をしたかというご質問でよろしいですよね。おっしゃる通り、受任者という方を、いただいた方、本来では集まっていただいた各地域で、それで受任者とはこういうことだ、こういう形で証明くださいというやることが本来の姿かもしれませんけど、時間的なことだとか、コロナ禍のことだとか、そういうことがあったもんですから、私どもの方に受任者の登録をしていただいた、それで証明簿を引き払って郵送しました。その郵送したときに、受任者の皆さんへ、こういう形で、今ちょっと手持ちで同封した資料がないと申し訳ないんですが、受任者の方、こういう形で対面で証明を取ってくださいとか、こういうのはこういう形で取ってください。そういう一律的なですね、署名簿の、受け方のお願いというのは、指導というよりもご案内をさせていただきました。で、受任者の方はその、私どもの事務局の、署名簿の扱い方、取り方というものを把握されて、作業はされたものだと認識しています。だし巻きがなんか味が染みてる、冷やすと味がすごい、そういうものではない煮物とかもそう、総会をやりたい、総会をやりたい、実は、ご存じの皆さん、メディアですから取材たくさんしているご存じだと思うんですが、このリコールの会というのは法律的に2つなんです。1つはどういうことかというと、今総会をやるかやらないかという形で今 SNS と意見はあるんですけども、この総会をやるのは政治団体のおやめください、お話し愛知県万人リコールの会の総会をやってくれ、収支報告だとか、今回の、内容について、やるべきだという方が一部の方が一品目ごとも承知はしております。それで今回その、総会をやる団体の政治団体の
手続きしただけで、今回まもなく就職を発表させていただいて、まあ、それをまず一番最初の事務局の、今回の就職が示させていただいて、今回の事務局の最後の交渉でならず、今まだ事務局っていう形はお金も若干家賃は終わったんですけども、そのトリエンナーレを開催したことに関してということですか。総会の規約っていうのは全員を対象にやるかやらないかといったら決めてませんが、今のところまだ予定はしておりません。ですから政治団体としての総会に対してのご委託はまだ予定はないのは一つ。それともう一つの今回の署名活動をやったリコールの会っていうのは、37人は愛知県選挙管理委員会の方で、私たちがリコールをやらせてください、37人でやりますと言って証明書を受けた37人の団体が集まったメンバーがリコール活動をやっているんですよ。その代表が高須克也会長です。でその団体というのはリコール活動をやっているんですけども、予算も規約もありません。規約というのは地方自治法なり愛知県の条例ないか、愛知県の指導の下でリコール活動をやって署名を集めたということです。ですから、リコール活動をやって署名を集めた37人の今回のこの署名を扱っている団体の方の総会だとか、そういうものが、やるという規約とか、内容とかそういうことは一切ありませんので、リコール活動署名が集まるやるっていうことは、これは集まるというか集めようと思ったんでしょうね。時期、会長の方は総会やるということで決められた時に年に1回やるっていう形は決めておりますので、お見かけはするかもしれません。ただその中にも、大統領というのは、役員でやるのか、全員でやるのか、皆さんの意見を聞くのかというのは規約で定められた通りでございますので、そういう段取りであります。問題はこっちの方法になっちゃってて、論点がそっちになっちゃってて、はい、今これ一番最初に囲まれて、あとは僕のフォロワーさんたちが中核なんです。で、僕のフォロワーさんの家からおやめください、リコールの、そういうのはあるかもしれないですね。4万人ぐらいか、4万2000。でその人たちは多分どうでもいいっていう人の方が大半のような気はしますけどね。まあ、こう言うとその、まあ、真剣に考えてないって言われるかもしれないですけど、世の中の大半の人っていうのは物事に対して無関心だと思いますよ、本当に。だからそこまでおっしゃる通り、いろんなところからあれ言語賛同いただいているところの方たちもいます。それは支援してくださっている方たちであって、会員というのとは沿わなかったというか、僕としては本当に会員としてくれるのは、僕のフォロワーで僕から会員証を全部送り届けていますから、持っている人たちは買わざるように会員と認めます。してしまう出たとしたらそうなんでしょうね。手伝って行ったから会員だって言われて、騒がれても、いや本当に君は会員なのかねって言って、まずそれを決めた。だからもしコロナが収まってしまって大集会が開けたら、東京は大きい公開、本当東京ドームかなんかで、まあ多分それはおっしゃる通りでしょうね。大集会を開きたいと僕は。結果がこういうことなので、数字に表れてるって話ですよ。そういうふうに総会みたいな、しないと半分までもいかなかったって話です。その人たちが大声が結局総理みたいになるのがすごく嫌なんで、できることならみんな平等で、まあ実際はどうか分かんないですけどね。スカイプでもズームでもいいから今やりたいって言ったらやりたいんですけど、関心がない人が多いってことだよね。でも連絡するのも大変です。関心がないやりたいと思います。それがいい悪いっていうことに関心はない。だからそれは大村知事のリコールじゃないって思ってるんでしょうね、みんな。そのトリエンナーレであったこと自体が、だからあれはけしからんと、だから大村知事をリコールしようという話にはなりえないっていうか、そうじゃねえやろってみんな思ってるのかもしれないです。っていうか、そもそも関心がないというか、反応がなかったということは。そういう状況で現実問題に今の状況が、まあ、死ぬわけじゃないですか。
がない状況で、あと、まあ、今のトントンとしている状況について、その見通しが全然ついてないという状況で、応援してる人はどっちかって言ったら、その右寄りの人たちだったんですよね。そういう状況ってなくていいのかな、ご理解いただきたい。虎ノ門ニュースのキャプターさんが、うん、あっこに出てる、あの、女の、なんとか女子、女子。そうよ、これ追記やっていただきたい。もう、受けていただきます。ぜひお願いします。被告は僕でお願いします。あの、生命不詳 の、 あのどっかの 誰々さんというのはですね、ちょうど医療事故を起こしたときですね、石助けて100人ぐらい出てくるみたいなもんで、有村さん、痛くも痒くもありませんね、有本さんに対する直接 の、 あの球団と非難をお願いします。まあ、そういう、まあ、都市と立場は被告です。はい。保守と、なんですかって言ってたんです。自分は何もやってないわけだから、もう勝手にやってくれと。むしろ、警察がその動いていただけるであれば、その現実があったっていうことが、あの確実のもとにさ発揮して、まあ、今回、こういう事態があったということで、その死亡されたことになった先生が、それについては、そのとおり責任があるというふうに、はい、思ってみるかと思う。その通りと、あの、まあ、刑事事件になるんであれば、むしろあの自分がどういう形でそれに関わってたかっていうか、関わらなかったっていうのが、あの白日のほうにさらされるだろうから、ぜひやっていただきたい。そういうような、どこかの先生のお考えだというふうに、まあ、外国ととかね、国によるんじゃねえとか、正確にあの僕のでも、まあ、気持ちは分かりますよ、それは。これは政治の外ですけど、僕、そもそもこれを始めた動機はですね、天皇陛下に対する冒涜なんです。なんか、なんていうの、売国道とか非国民とかっていうのはもう思考停止ですね。そこで議論終わってしまってるから、バーカバーカって罵り合いするのと同じだから、そこで議論が停止してるんですね。のと一緒なんで、冒涜したんですよ。それが許せなくてやってんです。本当恐れ多くもね、天皇陛下のこのこのことを口には出したくないですけど、口は出してはいけないことです。でも天皇陛下のようの子供ですから、天皇陛下のようになりたいです。全部の責任を取って、あの立派に切ってみたいです。あの死に場です。で、高津はなぜ逃げる、なぜ答えます、いくらでも答えます。で、天皇陛下を尊敬してるから、天皇陛下を見習ってこれからも戦い続けます。見ている人たちに直接語りかけたい。あの天皇陛下の真似をする、あの愚かな国民です。僕はでも愚かだとは思いません。誇りを保つために一生懸命やってるんです。それ侮辱し、侮辱じゃん、天皇陛下の愚かな国民とか。責任を持って自分が悪いということがよく分かりました。反面、どなたかが天皇陛下とか、まあ、スケールとか向こうなのか分かるけど、天皇陛下に署名をして、まあ、確かにその通りで、そこに対して田中先生ご自身で、まあ、署名を見て喋ることができないでしょうけども、いや、戻ってくれば、現状はできないでしょう。で、現状記録というか、あの署名を支えた方とかはご存知でしょうか。その方たちはあの全部全員分かってます、はい、何喋ってるのか、ね、あのほとんど聞いてないけど、あの何百人も電話かかって、顛末をきちんと調査をして、調査というか、わしは捕まらんのかね、あの整理して、心配してくるあの全部表しますと、あの公表しますって、はい、言えばいいだけの話でしょ。言ってきてる人たちは、それか、こんなに一生懸命真面目にちゃんとご存知なんであれば、この場で全部不正だって今までやってきたことをつまびらかにすればいいだけの話。なんか そこを語ってないから、記者にいろいろ質問されてるっていう構造なんじゃない。聞いてないから申し訳ないけど。だって地元僕、あの二重視の人間なんですよ。自分の地元ではもうみんな、あのあれ、あのちゃんと聞いてないから、ね、一生懸命僕のために止めてくる。憶測で物ばっかり言ってるから、ね、違ってたら申し訳ないんだけど、あれが全部で、それでも 73% が、あのあれ不正なんかない、ありません、あそこには。向こうまでたくさん出てるかもしれません。こうだから不正がないって言えばいいんだけど、不正なんかありませんで、
思考停止っていうか終わってるから。あ、お願いします。はい。まあ、事務局及び長谷川町の方からこの受任者、署名いただいた方に調査はするのかしないかということですし、まずあの受任者の方から署名していただいた方にその確認するということ自体は無能のレベルっていうのがあって、ピーターの法則っていうのがあって、ある一定のレベルに行ったら、それ以上能力を発揮できない、発揮できないというか、考えることができない状況に人間ってみんな達する。まあ、会社だったら係長まで行って、それ以上は行けない人なのか、課長まで行くのか、部長までぐらいの、なんていうの、広範な物事を考えられるレベルになるのかとか、みんな どっかのレベルで止まっちゃうっていうのが、ピーターの法則っていうか。同じような立場でやってくれてますので、その向こう、同時証明というものをですね、作られるというのは一切ない。それが人間の器っていうか、見たこともない、同時証明というものを変換せないみたいですよ。一回一回になるっていうのは自分の器、それ以上は考えられないっていう状況になるっていうのが人間の器だと思う。ネットとか、今までテレビ、新聞等ですね、掲載されるものは見ております。それを変換された時に30万枚、36万人の読書面があるということに対しては全く理解できませんし、考えるならその読書面というものは、今回の法律地方というのは昭和22年に制定された、それで昭和29年の法律地裁の方で、同一証明というものが順に書かれていた場合は、本人が認めるだけでは全員が無効になるけれども、順に同じ指摘だったとしても、一人の判断であれば、その同一証明を認めるという判決があるんです。しかし、今回の選挙管理委員会の同一証明というものは、10人やるか100人やるか1万人やるか分かりません、この発表しか見てませんから。そうすると仮に私たちは同一証明というものが存在したとしたら1枚10人で私たち1人というものになっているんですね。状況としては1000枚あれば5000人です。ということは、5000人が無効になっているというか1000枚あるということで1人の同一筆跡であったとしても1人が認められるということはそれは言われてはいるんですよ。選挙管理委員会が今 20%、19% で無効だと言ってますけど、その段階で本審査になれば、本人が書けるという同時指摘であったとしても、家族とか、そういうの例えば今の皆さんのお答えは、組織的にあったんではないかな、家族も組織かもしれませんよね、家族で10人とか、今20人、30人書いてる方も見えるんですよ、会社でも見えるはずなんです、それが同時指摘かもしれません。ですけど、署名欄について本人が記載されているのであれば、同時指摘ではないんです。ですから、選挙管理委員会はそこまで審査しませんよ、領域指摘のものが全部発しますよ、ですから、その領域指摘のまれるものの中で、5000人いたとしたら、1000人が必然的に有効になるというふうに私たちは思っています。そうすると、今の 20% は 40% になったんです。住民の前の話の前で 30% の無効だけは、いや、私たちの方も 40% だ、どうしてそういう証明が間に合ったのか、ちょっと一言、あれですけど、ちょっとそういう意味で、今回、話してるんですが、多分静岡の趣旨はですね、事務局長はまたちょっと思い入れがあるものですから、その政官の扱いについて、井上さんだけに、多分静岡の趣旨はですね、ある程度、何のことが起こったのか分かっているのであれば、その犯人とかですね、その関わった人間に事情を聞くなりして、調査したらどうかという、なんかそういうご趣旨の質問なんですよね。まあ、もうお願いです。だからそれに、いやだからまあ、それは私も直接では分かるんですけど、まあ、多分同じようなことされていて、ツイッターでいろんな関係者の人のですね、書き込みの内容を見てると、ある程度、それから事務局長から聞いていただきますと、ある程度、今、公務員時代があったじゃないかと思っているのは、まあ、3日の日の、県警があるでの、ナンバリングの後、4日の選挙に持ち込まれた感じに、なんか行われたんじゃないかというのが一つの、仮説というかですね、本当に起こるわけですから、まあ、その辺のところを整理していけばですね、ある程度、ひどい現場というようなご趣旨であればですね、まあ、仮に本当にそういうことがあって関わっている人がいたとしてですね、ある程度そういうふうな推測はしているわけですけれど、まあ、近年もそれはもうはぐらかされると決まっているというふうな理解で、今の状況としてはある程度時間が経っていけば何があったかがものすごくはっきりするだろうと、まあ、それは多分今ツイッターにいろんなことの書き込みを見ているとそういうところが見られますので、時間と経過とともに何があったかというのをある程度はっきりしていて、今回はそれで刑事事件になるのであれば、まあ、警察も多分される内容と同じで、そういう線を含めて潰していってですね、誰が関与していたのかと、まあ、おのずとそういうのがはっきりするんだと、
そうすると、下手に動くというのは捜査公開になってですね、現場に維新ことになりますので、状況としては生活していると。そういうような理解を、まあ、しかも私はお話しいただく事務局長、あるいは高橋先生とのそういうような認識をしているというふうに理解しています。はい。裁判中に抜けてきていただいて、また本店に戻られますので、ありがとうございました。はい、どうぞ。今までの話を整理してみたいんですけど、高橋さんの、はい、県政官の 83% が無効じゃないって言って、はい、これは、要は、争いがある。これは高橋さんに喋らせたらダメだよね。さっきの人に話してもらわないと、まあ裁判中だからしょうがないんだろうけど、向こうの言ってることは、それはそうでしょうって、分かりやすかった。受け止めて、向こうも有効、向こうを決定してる問題ありませんって言ってるわけだから、そもそも、その通りですって。どっちの方もつわりじゃないけど。いや、県政官の言ってることをそのまま受け止めています。あれ愛知県、これから後の争いです。これはこれについては争いません。だって有効また無効を決定推薦のはではありませんということについては 100% 同意します。いや、そんなこと言ってません。愛知県巻き込まれるというか、でもまあこの人は知らないように見えるけどね。で、2月1日月曜日の愛知県無茶してやれって選挙管理委員会あれじゃないやと思ってたけど、天野有田の2人が愛知県、でも後から知ってやべって思ったとかっていうのはもしかしたらあるかもしれない。状況についてという報告をちゃんと出してます。で、まあ、そもそも半分しか行かないのが決めだったと。で、ただその中で、要はどういう証明がたくさんあったか、分かんないけどね、誰かが書かなきゃ変わるわけはありません。でも、それが有効、無効を決定するものではありませんということを、はい、それだけ、要は同一機種のものがあったり、亡くなった人の名前が書かれたりというのは、誰かがどうやって人間がいたっていうふうにお考えだっていうことです。いなければ書けないじゃないですか、そんな。それをやったら、高津さんでも言うことでもないし、それを指示した方でも、確認した方でもないっていうことです。はい、その通りです。これ何千回もお答えしております。はい、初めからそう言って聞いてくださればその通りお答えします。でも、向こうが言ってることは、これは有効無効を決定するのではありませんって、明確に言ってることについては誰も報道してくださらなくて、ここ以外のところを切り張りしてやるんだから、犯人は誰だって言って話になっちゃうんです。向こうが、戦艦の方が有効無効を決定するのではありませんって言ってるんだったら、その通りですねって言って。同意してるだけ。本当、先見の言ってることは 100% 同意してるから白旗をあげたんですかっていうふうに話がまた変わっちゃいますんで、今ようなようにしてみんなが聞いてくれている状況って僕すごく嬉しく思います。はい。今の戦艦攻撃っていうのはどこまでこれはまだ傾聴の途中だから、そういうそうですそうですそうです。だから現状をこの段階からどうついてどうなったっていうのは我々判断できる。今戦艦の調査の途中だから。いや、現状はここで膠着してるってことだよね。その途中までのことについてどう思いますかって、その通りですって言うしかない。まだ警察が起訴するかしないかっていう、何が出てくるか分かりません。状況なのね。認識は両方とも、これは今後決定してるのではないってことについては、1ヶ月前のこれでしょ。認識はぴったりしてます。でそこからなんか新しい映像がないんだよ、画像が。何も反対してくれ。ここで膠着してるんだよ。戦艦がわからないって言ってんだから、我々にわかるわけがない。あるのかもしれないけど、有効か無効か、有効か無効かってことを調べるために5000万円払って任意調査したんではないんですか。だからもし僕大村知事だったら、まあ、あんまないんだよね、新しいの予算つけてやったら、なんだこの報告はあって怒りますよ。はっきりせんかって、有効無効をはっきりするために調べてくれと言ったんじゃないのかって言って、あり、あことしか出せないんですよ。何でもやってほしい。応援してる。全部受け立てます。何清廉潔白、何にも恥ずかしいことはありません。決して逃げません。ずーっと言い続けています。でもその言葉が皆さん伝えてくれません。高津は逃げないよって、 100% 戦うって、絶対に正義は勝ちます。悪いことしてません。すいません、結構です。何と興奮してる。
まあまあそんな感じみたいですね。なんかまあちょっとまた進展があったら話しましょう。リコール問題、リコール不正問題、あの住所と名前が違うだっていうお叱りを受けてくれたことがありました。それをあの一度調査しまして、あの発送再発送もしておりますので、まあ、そういうことで基本的には申請していただいた、登録していただいた方の今日はこんな感じでよろしいでしょうか。全員の名前の住所だけは届いているというふうに認識しています、うん、あとはそのハガキですよ。よIC が350万枚以上全部配布というふうに配ってましてごちそうさまでした。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあまた明日配信します。ずっと続けるんでよろしくお願いします。おやすみなさい。じゃあね。連絡来てます。あの、あれ届いてないんだけど、あ、で。